エディターのお魚ちゃんです。まあ、今回はね、はい。久しぶりにスマホをやろうかなと思います。スマホ。それは何かというと、結構、ね、クリエイターに全振りした携帯、というかスマホなんですが、ソニーの Xperia 1 Mark 5ですね。はい。本当に高級機ではあるんですけど、まあ、普通のスマホでもこれは、かなり、やばめのスペックかなって感じですね。はい。何より、フォトプロ、ミュージックプロ、ビデオプロっていった感じで。やっぱりね、本当に、クリエイターに全振りしたデータって感じです。だから本当に、作りたい人に作ってる感じかなと。ところはあるんですよね。だからこそやっぱりあるし、本当に質感もすごく良くって、まあ前は結構すりガラス調だったんだけど、まあ結構エンボス加工っぽくなってて、凹凸がつくようになっちゃったんですよね。だから見方によってはチープかもしれないけど、結構これはこれで悪くないかなっていうのはありますね。裸で使っても普通に使えそうな、そういう質感にもなったし、これは悪くないんじゃないかなってところですよね。はい。ね。はい、どうぞ。今回はこちらです。まあ、ついに来たって感じなんですが、スマートフォンです。いや、本当に。これは、ソニーの Xperia 1 Mark 5っていうモデルの、これ、ドコモモデルになります。ですけど、まあ、これパレット UI だからね、ちょっと癖あるんですけど、まあ、UI を変えれるからね。うん、だけど、この質感といい、結構これは共通で、やっぱマットなんですよね。まあ前は結構ね、すりガラス調だったんだけど、やっぱここは大きく変わったなって感じ。デザインとして言えばやっぱりカメラの位置が大きく変わったなっていう感じです。すごいいいカメラがついて、やっぱりね、全体的に広角になったなっていう印象が強いです。やっぱここが魅力だなって感じですけど、やっぱりね、
本当にクロートのためのカメラって感じですけど、そうとはいえやっぱりね、初めての人でも十分使えますよこれね。だからやっぱりそれだけでも買いだと思う。そんな感じはするんですけどね、まあ一眼っぽい使い方もできる分だけ、まあ値段は十分張るんですけど、まあカメラに興味ないとしてもやっぱりね、ゲームもできるし、やっぱりねそれなりのことはできるので、ここは魅力的かな。まあ色として言えばベージュ系とブラック系の2つだけ。まあ会社によってはやっぱりねブラック系だけっていうふうになっているんですが、ここは大きいなってところかな。ですね、やっぱりね特徴として言えばこの広角カメラによってね、やっぱりできることが増えたってことが大きいかな。まあ
一眼のサブディスプレイとしても使えるし、やっぱりね、本当にそれだけではなくて、フォトプロ、ビデオプロ、ムービープロ、ミュージックプロといった、やっぱりね、結構機能面に特化した、まあ、音質とかに特化したね、アプリとかがついたのとか、やっぱりそこも魅力的なんですよ。だからやっぱりね、カメラを使うだけではなくて音を撮るとか、やっぱりね、写真を撮るとか、やっぱりそういったね、魅力があるので、本当に Android 機では最高峰の機種になったなって感じです。だからそれだけね、本当にすごい機種になったなって。変態だけどやっぱりね、これはすごいスマホになったなって感じ。最後に価格とかにはなるんですが、こちらの機種、実を言うとめちゃくちゃ高いです。はい。まあ、ドコモ、au、ソフトバンクの他に、これ、SIM フリー版も実は出ました。お、これは本当に大盤振る舞いだなという感じなんですが、はい、価格は、まあ、各社ともに、やっぱ、一律して20万円台、を推移してます。そしてソフトバンク版時計なんですが、まあゲームギアつけた、まあ結構ね、これライブ配信に特化したゲーミングシステムがつけれる仕様があるんですが、これを備えたバージョンがオンライン限定で出るので、おそらくお店で見ることはさすがにできませんが、これは結構魅力的じゃないかなってところで、まあブラックだけの展開なんですよね。はい、そのとこかな。最後まで見ていただきありがとうございました。やっぱりね、全振りした携帯だなって感じなんですよ。本当に映像を撮る人、音楽作る人、そして本当にゲーム配信者の人と、そういった感じで本当クリエイターに向けたスマホっていうところが本当にすごいところで、やっぱりね、いろいろあるんですけど、まあ、じゃあね、価格としては本当に20万超え数値です。だから本当にめっちゃ高級機なんですけど、やっぱね、欲しい人は本当に普通に買っちゃうからね、うん、そこがでかいっていうか、そんなところなんですよね。はい、
そういうところで